アンドロメダ座イータ星は、アンドロメダ座の方向にある、分光連星。この連星は115.7日の周期で回る2つの G 型準拠星、または、拠星からなり、全体の死闘級は、およそ4.42である。赤丸で囲まれているのが、アンドロメダ座イータ星。背景の左上にあるのは、三角座銀河である。 アンドロメダ在イータ星は1899年から1900年のスペクトルの観測により分光連星であることが分かった。この軌道は1946年分光観測により計算された。分光法では恒星の視線速度を示すのみなので全ての軌道要素を決定するわけではない。1990年から1992年の観測で アンドロメダザイータ星はウィルソン山天文内のマーク3ステラーインターフェロメーターにより改造された。これにより軌道の計算が完了し1993年に公表された。中国ではアンドロメダザイータ星を含むアステリズムは軽軸と言われアンドロメダザイータ星のほか、ウオザ65番星アンドロメダザゼータ星アンドロメダザイプシロン星アンドロメダザデルタ星 アンドロメダザパイ星、アンドロメダザニュウアンドロメダザミュウアンドロメダザベータ星、ウオザシグマ星、ウオザタウ星、ウオザ十一番星、ウオザウプシロン星、ウオザファイ星、ウオザカイ星、ウオザフサイ一世からなる。アンドロメダザイータ星自体は、軽宿一という。アンドロメダザイータ星は、見栄星であり上で述べた連星の他に、見かけの見栄星を持っている。 BD 製氷では BD プラス22度153倍と、ト、死等級は11.5、129.2秒、離れている。ありがとうございます。